今日からですね、2024年ですね、釣りに行きます。それで、そこそこのねやり方で、巻き絵はね変わると思うんですけど、うちの場合はですね、これを庭用の、バーミキュライトって言いますかな、を入れております。あのアジをね魚にチカチカ光るんでちょっといいかなと。で米ぬかも入れます。で石灰もねちょこっと入れるといいっていうんで、石灰も入れたらどうかなと今年は思ってます。でこれが例の園芸用なんですけど、すごい安上がりでねいいんで、砂を入れる人もいるみたいなぐらいなんで。で米ぬかね、米ぬかも入れます。でこれがねバーミキュライトですね。でこれはチカチカするんで、こういうのがね魚が寄ってくるんで、これを入れてですね入れます。そして米ぬかがね安上がりなんで、こういうのにね魚釣りでね米ぬかを入れます。米ぬかも、入れてね、いっぱい米ぬか入れます。でこれを混ぜてね、しようと思ってます。でこうやってね崩して、ちょっと固まってるんで古いんで、米ぬかはねいろいろ使い道があるんでいっぱい買っております。それと味が来るようにですね、このチヌのこれをですね入れております。入れます。あ、適当ですね。で混ぜてですね、まあこれでいいかなと。オリジナルの餌の出来上がりですね。でこれをしっかり混ぜてやっております。まあ、そこそこでねやり方が違うんですけど、もうちょっと米ぬか入れてもいいかなって感じしますね。米ぬかをねいっぱい入れて膨らませるんですね。米ぬかは園芸でも使うしね、何でも使うんで便利ですね。そして一応これで OK です。これ洗おうかね、いろいろやり方がそこそこ違います。